ポコニャンのバカ食い実況。先日、視聴者さんからこんなリプをもらったんだ。何、トイレの落書きは終わったんですか？おう、違う、そっちじゃない、なんで下から読むんだよ、普通上から順に読むだろ。いや、私もトイレの落書き気になってたから、私もだぜ。あのシリーズは、今はちょっとお休みですね。他にいろいろやりたいゲームがたくさんあってさ、いつかまた再開したいと思います。そんなことよりも上を読みなさいよ。何、ママにゲーム隠された2を実況してくださると嬉しいです。え？あのゲームに続編があるだと。前作であの男の子は改心したはずじゃ。あのコクつぶし、またゲーム三昧してママを困らせてやがるのか。何さんコクつぶして、あのニート野郎をそんな風に言っちゃかわいそうよ。二人とも大概ひどい言い草だと思うけど、でも、続編が出たとなればやらないとね。そうだな、どんな繋がり方なのか気にもなるしな。じゃあ、早速遊んでいこうか。うん、遊んでいきましょう。あ、今回も全部で30日なのね。これは前作と一緒だな。まずは1日目から行きましょう。気になるところをタップしてゲームを探せ。ここら辺の操作方法は前作と全く同じっぽいな。アイテムはドラグ&ドロップで使うんだね。これも前作と一緒ね。さて、じゃあやっていきましょうか。まずはレンジと冷蔵庫の中を調べてみよう。矢印をタップして隣の部屋に行けるわよ。この引き出しの中が怪しいな。お、やったー、発見したぞ。1日目は簡単だったな。まあ最初はこんなもんね。次は2日目ね。あれ、確実にママ隠れてるだろ。わかっちゃいるけど開けたくなってしまう。やっぱりかー。とりあえず1回はやっておかんとな。正直、ママが主役みたいなところあるからね。ママのキャラが立ちすぎなんだよな。この戸棚は、あ、こんなところに脚立が。押し入れの中にうっすらと、あ、ゲーム発見。なるほど、ここで脚立がいるんだね。まだまだ序盤だから謎解きが簡単ね。よっしゃ、クリアだ。難なくクリアだな。続いては3日目だな。とりあえず本棚が怪しいわね。本を全部どかしてしまおう。こんな簡単なわけないか。これは、これって VR ゴーグルじゃないのか？ VR ゴーグルって、バーチャル体験をするためのゴーグルだよね。ママがスマホを見てるわね。ママに VR ゴーグルを装着してみたらどうなるかな？お、めっちゃエンジョイしてるわ。今のうちに。おっしゃー、ゲームゲット。VR ゴーグルのおかげでママの気がそれたな。さて、次は4日目だね。あ、おじいちゃんだ。前作では何かとお騒がせキャラなじいさんだったな。金槌をゲットしたわね。これをおじいちゃんに持たせたら、おじいちゃん金槌振り回して大立ち回りね。今回もお騒がせキャラだな。4日目やり直しか。まず、金槌はゲットしておこうって、隣の部屋に移動して。あ、ママ、普通に丸見えだな。今回はあえて押し入れは開けず、貯金箱を金槌で壊すのかな。あれ、ゲーム機じゃないな。これは、五円玉かしら。これはどうやって使うのかな。もしかしておじいちゃんに。あなたはだんだん眠くなる。あ、うとうとし始めた。さ、催眠術なんて簡単にかかるわ。かかったー。糸も簡単にかかったわね。おじいちゃんの座布団の下にあったのか。